腹筋ローラーを使うと開脚と前屈がすごくできるようになるんです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、毎日たったの1分程度腹筋ローラーストレッチを紹介します。腹筋ローラーって基本的に腹筋や上半身を鍛えるためのこういったツールなんですけども、実はですね、すごいストレッチに有効なアイテムになります。最大のメリットとしては、力みにくいのでしっかり伸ばすことができます。メリットとしては簡単に伸ばしやすいです。そして行いやすいです。で、いろんな部位を伸ばすことが可能です。デメリットとしては、腹筋ローラーを持っとかないといけないので、まあ、グラグラねしやすいので、ちょっとバランスがいるかなっていうところがあります。こういった腹筋ローラー、まあ、いろんなサイズがあると思うんですけども、持ってる方はラッキーです。持ってない方は安いものですから買っておくとですね、まあ、腹筋を鍛えたり、今回みたいにストレッチをすることができます。まずこの腹筋ローラー使うことで、誰かにねストレッチを手助けしてもらうっていう感覚になれます。通常ストレッチは自分で力を抜いてるんだけども、筋肉を伸ばさないといけないので少し力んでしまいます。その力みにくい方っていうのは筋肉を伸ばしやすいんですけども、やはり伸ばすことによって痛みを生じるので少し力が入ってしまいます。なのに伸ばさないといけない、そういったね難しさがあるんですけども、腹筋ローラーやっていきましょう。はい、まず簡単に、まず開脚なんですけども、自分が広がる程度に足を広げます。そしたらですね、このローラーを持って前に転がっていく、足の方向に転がっていく、反対側にも転がっていく。通常はですね、自分で手を伸ばすですけども、この場合伸ばすときに力が下にかかってます。できるだけ体を引っ張りながら伸ばしていくと、もちろん少し前に力がかかっていくんですけども、やはり力は下にかかってしまうので、ローラーを使うとですね、力が進行方向にかけれます。ですのでグッっていう風に遠くにね引っ張ることができます。これで毎日開脚をやってください。前にもしっかりね伸ばしていけば伸びます。もちろん前だったら指でねこうやって進んでいっても伸ばせるんですけども、やはり指で進むのはね時間がかかりますし、指の力もいります。ですがこれでしたら簡単にね前にしっかりブイーって伸びるだけで伸ばすことができます。そして前屈なんですけども、通常前屈はですねこうやって前かがみになるんですけども、基本的には何か台かなんかない限り、お尻の位置が足首より後ろに行きます。そうすると足首が甘いがために後ろ側が伸びにくいです。股関節は伸びるんですけれども、前屈をしてもですね体のラインが違いますから、あんまり伸ばすことができません。そこでこれを使うとですね、ちょっと足を広げてこっちに股の間から進みます。そうすることで足首からお尻のラインがまっすぐにすることができます。そうするとしっかり伸ばすことができます。これで遠いところにこういう感じでコロコロすると伸びます。これをもし手でやった場合すごい難しいです。もちろん足を抱えてもいいんですけども、足を抱えることによって股関節とかに力が入りますから伸ばしにくいです。これを使うとコロ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 楽にリラックスして伸ばすことができます。すごい簡単に伸ばすことができます。そしてしっかり伸びるんですけども、コロコロ転がすことによって力みにくいので、通常よりも痛くなく伸ばすことができます。ぜひね、こういった腹筋ローラー持ってる方はやってみてもらえたらと思います。勉強になった方、よかったらグッドボタンとコメントよろしくお願いします。
こんな腹筋ローラーの使い方があったのかみたいなね、方がいればぜひともシェアしてもらえると皆さんの勉強になると思うのでよろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。Thank you.